ございます。絶好のフェス日和でしょ。明るいですね、めっちゃ。うん、天気がすごいいいですね。無観客生配信にはちょうどいい天気だね。いよいよですね。いや、ほんと今日ね、もう今お昼ぐらいで行ってリハって、もう夕方には本番です。はい。1年越しですもんね。そうだね。スパン的には1年越しだね。いよいよだよ。うん。うん、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい。行こう。一人で行くですね。誰にも迎えに来てくれないんで。福ちゃんとか来ないっす。来ないっす。全部自分でタクシーも手配。今日は待ちに待ったハンバーグフェス当日、お迎えには行けませんでしたが、ナレーションは私、マネージャーの福島が務めさせていただきます。お願いします。まず行って何を行って、着いてちょっとしたらGoingのリハが始まるんで、したらワンプレートの音合わせとか、まあ、そこのリハをちょっと多分やると思うかな。なんか不思議なんだよね、本当にやんのかなと思って。何にも変わらないから生活が。そう、まあでも YouTube とか演者の皆さんがなんかリツイートしてくれたりしてるから、そういうの見ると、あ、やるんだろうなと思うけど、なんかどっか他人事なんだよね。でも緊張してるっていうのは昨日の時点でもう発覚したのよ。これなんでかっていうと、昨日生配信終わってさ、タクシーで帰ってる、はい、で自分の家着いて、でお金払って、その瞬間気づいたんだよね、俺車で行ってたの。で、あれからまた俺車取りに帰ってるから、ハンバーグ事務所から自宅帰って、はい、そこからまたそのタクシーでハンバーグ事務所行って、で車に乗り越えて、そこから帰ってきた。だいぶ緊張してるよ。普段は何事にも動じないハンバーグ師匠も、今日はかなり緊張しているみたい。ハンバーグフェス、その始まりは今から1年前。ひょんなことから、あの川谷絵音さんに曲を作ってもらった師匠、テンションが上がってとんでもないことを言い始めます。来年フェスをやろうと思ってるんですよ。ハンバーグフェス、ハンバーグフェスまでたどり着くことができなかったら、ハンバーグ師匠焦げます。真っ黒に。思い立ったら一直線、フェスの極意を八井さん、小籔さんから学び、絶対得しました。一番損せん、自らの足でフェスの会場を下見。よし、ハンバ出演が決定しました。出ます。早い。さらにゲストのアーティストやお笑い芸人さんも自分でブッキング、ついにフェス開催を実現したんです。ありがとうございます。すいません、36.6 です。ありがとうございます。お願いします。本日お願いします。お願いします。お願いします。人がいっぱい、大事になってます。超偉い人になったみたいじゃん、うん、ありがとうございます。あれ、点がないとかあります。うわ、すげえ。すごくない？うん、ありがとうございます。よろしくお願いします。こちらの方にお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。すげえ広い枠や。これ一日ここに使えるのかな？はい、一日中使えます。大丈夫です。
ありがとうございます。あ、すごい。おそれいくつ？すごい。XL です。久しぶりの登場じゃないですか。これも XL？ これ XL です。お揃いじゃないですか。そうなんですよ。迷ったんですけど、グレーと。いや、俺ちょっと選択肢が縮んじゃったんだよね。朝9時半ぐらいに起きたのかな。で、ボケーっとテレビ見てて、なんかやってたよ、渡部さんのこと。また渡部さんの会見のことをずっとアンミカさんが喋ってた。で、体重測ったら 1.5 キロ痩せてた。え、ここ数週間やっぱちょっと胃がピリピリしてたね。環境の変化に弱いからさ。引っ越しとかする前日、俺もう熱とか出たりするもん。それまでは、あ、楽しいなとか、ああしようこうしようとか、ハンバーグの事務所の時もそうだけど、なんか近づいてくると、ぐったりしちゃう。要はフェスとか新しいことやろう思いましたね。うん、やろうって思う気はあるんだけど、うん、なんか近づくとなんか、あ、おはようございます。おはようございます。おはようございます。今日はよろしくお願いします。やっと実感湧きましたよ。本当ですか？家からタクシーで来るまでは、なんかやらないんじゃねえか。開けてゴーイングがリハやって、テンガライトあって、で、みんなこうパラッとやって。そう。すごいな。来ちゃいましたね。かっこいい。かっこいい。ちょっと、まあ、いろいろね、対策は、コロナ対策は。そうですね。はい。一日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いよいよですよ、福ちゃんも1年頑張って。そうだよ ね、 ね、最初まあそうだよね、トリプロのフリースペースでこの3人で喋ってたのそうですよ。ほんで YouTube 立ち上げましょうみたいな話してて、1回目 YouTube に動画上げた時一緒に見てましたもんね。あの、そうですトリプロの会議室で。そうです。あ、本当に上がるかどうか。そう、みんな初めてのことだったから、どうだどうだ。やれるもんですね。そうだね、まあ、いろんな人の力借りてたよ。もちろんもちろん。ただ言い続けてたっていうことはやっぱりやる気持ちが冷めなかったね、うん、コロナで一回沈下したけど、コロナの瞬間もう終わったなと思いました、ね、思ったね。そうですね、うん、世の中のイベントがさ全部中止になってってさ、ホリプロもミュージカルとかさ舞台がどんどんなくなってて、これこのままじゃまずいねみたいな。一時は本当に中止になるかと思いましたが、最後まで諦めずに頑張ってよかったですね。リハーサルの前に出演者さんたちの楽屋をチェックするみたいです。小籔さんの教えが生きてます。上5階が、上が芸人さんのところかな。はあ、見切り発車で残ったんすか今、うん、階段じゃいけないみたい。よいしょ、5階をチェックしに行くんですね。そう、あ、はい、おはようございます。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 うわぁ、すげぇ、まあ、芸人さんここでネタするじゃん。はいはい。で、降りてきて、で、ミュージシャンの人上がってきて、で、ここでデカミと、はいはい、ありがとうございましたみたいな。で、ここがスポンサーのとか、ニコ生とか、うん、やつ垂れ幕もすごいですね。うん、これ欲しいな。家の中自分の顔だらけになります。痛いね、それだいぶ痛めのやつだな。もうすでに自分の絵いっぱい飾ってますもんね、いろんなパターンの。やばい。芸人さんの楽屋がこっちです。芸人さんの楽屋はどこですか？こっちです。ここです。あ、すげえ。おはようございます。おはようございます。お願いします。失礼します。お、すげえ。あ、なんかすごいな、一個一個なってんだ。
ごい。ここまでやっぱちゃんとやってるんですね。感染対策しながら、おぉ、フェスを開くために。こんなバルコニーあるの。あ、タバコ吸うんだ、これ完璧だね。うわ、すごい、すげえな。なんかライブハウスってやっぱいいね。リハーサルですね。歌えるかな。ゴーイングアンダーグラウンドさんとのコラボ曲ワンプレートのリハーサルへ。いよいよフェスって感じです。おはようございます。おはようございます。おはようございます。すいません、おはようございます。ハンバーグ師匠こと伊藤太潤でございます。本日はいろいろコロナの中ありがとうございます。本日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。しゃれたコース料理じゃ満たせない気持ちがある。はい、一旦終わりです。はい、お願いします。お願いします。コーイングのやつ、いいね、やっぱ気持ちよかったですか。うん、気持ちがいいよね。これでね、さらにお客さんがいるとね、ほんとね、いいですよね。ねえ、感じるから。消して。本番なんか飲んでるんですか。飲んじゃった。リハ打ち上げ。何を飲んでるんですか。ハイネケンを言ってるんです。ちょっとリハ打ち上げやってるんで。福ちゃんもうビール飲んでるね、勝手に。早いですね。これ見ながら、これつまみにずっと酒飲んでる。もう始まったら泣いちゃうじゃないですか。で、泣いちゃう可能性ある。あのあれが、あれを 見ながらさ、あの後ろの、そう、自分を見ながら、ね、あの幕見ながら、うん、たまらないですね、もう、うん、ビールうまい。うまいね。まだ3時前。ハンバーグとビールって合うでしょ。確かに。あれですか、まあまあビール1本で、まあまあちょっと気がする。ちょっとあの、そうだね、いつもより早いね。もう一回歌いたいね。嬉しいね、やっぱあのハンバーグ師匠のただただ好きな人を集めたフェスだから、うん、みんな見たいね。そうか、今だからゴーイングが終わって、うん、リハが、うん、次誰のリハなんですか。次水谷千恵子先生のリハです。千恵子先生ちょっとリハは、うん、リハは NG なんですね。渋谷の真ん中でフェス開くなんて思ってました。思ってた。最高じゃん。本当だね。袖からこの幕見たら僕ちょっとグッときました。いや、俺はもう来てます。来てます。
僕なんかちょっと感動してるんですよ。大感動。ずっとずっとそわそわしてます。で1年でしょ、工事。1年。そうですそうですそうです。あのやばいな。それだけでなんか僕も胸熱いっすよ、なんか。ありがとうございます。大丈夫なんですか、僕で本当にトップバッター。僕もうめっちゃ不安なんですけど。久々に。いやいや、全然もうむしろお願いします。久々に緊張します。リハーサルも無事に終わり、出演者もどんどん入ってきました。準備万端の師匠に驚きの情報が。だからオープニングやって小坂さんやって水谷さんナイツドブロックあたりでロケやってヒーローインタビューやってロケするんすか。ゴーイングやってゴーイングさんやって次のオセンスでハンバーグフェスの間にロケあるの知ってました。ちょっと前に聞いた。びっくりしました。びっくりしてこれで寝ろもん。わ、でかいな。いや、特に結構平常心。マジっすか。うん、リハがしっかりで、あのトラブルもなく終わったから、うん、もうあとは本番だけなんで。なるほど。いや、すげえな。フェス開催までのこの1年間、本当に頑張りましたね。夢が叶う直前、素直な気持ちを聞いてみました。今年1年かけての目標でしたから、それが今現実となりつつあるので、これ終わったらまた一つ夢が叶ったっていうことだから、ちょっと楽しみですね。叶う瞬間が今から4時間ずっと夢が叶いつつある瞬間だから、ちょっといいですよね。その焼き上げます。寄ってきたいよね、これから。まずじゃあ今日は思い切って思い切りやるって。そうだね。うん、音楽の方はね、ネタがちょっと心配。井戸田くんの方。そう、井戸田くんのね、うろ覚えだったかな。次回ハンバーグフェス開幕、バタバタだった舞台裏をお見せします。師匠頑張ってください。ハンバーグ師匠 YouTube チャンネル、最後までご覧いただきありがとう、いやありがちゅう。チャンネル登録よろにくね。ハンバーグ。